イオン、琉球株式会社は、沖縄県にイオン、マックスバリュー、ザビック、ザビックエクスプレス、イオンドラッグを展開する、イオングループの企業である。本社は、沖縄県島尻郡ハエバル町アザカネグスク514-1。1999年8月、沖縄におけるスーパーマーケット事業を運営する、株式会社プリマートと、総合小売業事業を運営する。 イオングループの沖縄ジャスコ株式会社が合併して誕生した。なお、2011年3月1日に総合スーパーブランドのジャスコをイオンに変更したが、イオンリテールなどへの統合は予定されていない。また、その時点では社名の変更などの発表はなかったが、2011年5月18日の決算記者会見において、2011年5月21日付で、 社名を、琉球ジャスコ株式会社からイオン、琉球株式会社へと社名を変更することが発表された。なお、2000年代初頭の計画では、本州の地域市会社同様2010年頃までにも、含めイオン本体への統合も模索した時期があったが、地域密着の方針に転換したことで、統合の計画は立ち消えとなり、現在に至る。那覇市津波避難。 ビルイオンチャタンショッピングセンターイオングループが国内および海外で展開している総合小売業店舗。当社は7店舗を展開しており、ライカム店は、イオンモール、豊崎は、イアス、沖縄豊崎、それ以外の5店舗は、イオンショッピングセンターの各店舗となっている。なお、屋上のサイン看板が設置されている、那覇店とチャタン店は、屋上のサイン看板が設置されている、他の地域の、 イオンと異なり、白地ベースになっている。また、ライカム店、豊崎は近年オープンした店舗に見られる、総合業態、イオンスタイルの店舗である。マックスバルーヤス社店、イオングループが国内及び海外で展開している、スーパーマーケット店舗。当社は32店舗を展開しており、このうちの16店舗は、プリマートからの転換店舗である。また、一部店舗は、 イオンタウンの敷地内にある。なお、南部エリアの新都心メカル店、松山店、若狭店、つぼ店、豊見店、南城大里店、中部エリアの崎見店、カネ店、山里店、酒田店、磯店、合わせ店、高原店,店、千葉店、北部エリアの名護店、宮古島エリアの宮古西里店、石垣島エリアの刃店、新川店、 石垣店は左側にイオンロゴを配したマイナーチェンジ版のロゴマークとなっており、イオン同様一部店舗では看板類が白地ベースとなっている。ザビックエクスプレスは人杉野案店元々はマックスバリュー西日本の独自業態として展開していたディスカウントストア店舗。当社は8店舗を展開しており、塚山、店を除く7店舗はマックスバリューからの転換店舗。 タワ店、トヤ店を除く6店舗は都市型小型店舗のザビックエクスプレスである。なお、沖縄県1号店である西原店は開業当初、マックスバリュー東北が運営する店舗同様、中黒がつかないザビック名義だったが、沖縄県2号店のエクスプレスを6店以降に開業した店舗は他のマックスバリュー運営会社が運営する店舗同様に中黒入りのザビック名義となり、 同時に三代目ロゴマークとなった。さらに、エクスプレスワニンスギノ店以降に開業した店舗は、左側にイオンロゴを配した、マイナーチェンジ版のロゴマークとなっている。西島店に関しても2011年12月の改装オープン時に、ザビックエクスプレスに名称変更したことで、店舗ブランド名義、ロゴマークともに統一された。2018年4月に、 新たな業態として開始したドラッグストア。デイリーコンビニエンス商品の品揃えを充実し、公共料金収納代行サービスの実施や、イオン銀行 ATM の設置など、コンビニエンスストアの機能を備えた、コンビニドラッグをコンセプトとしている。2020年7月時点で、富ス区店、合わせ店、小島店、牧師店、アジャ店、豊見店、ザキミ店、イソ店の8店舗を展開している。 なお、キシ店とアジャ店は、マックスバリュー内に、豊見店とザキミ店は、イオンタウン内にそれぞれ出店しており、アジャ店、豊見店、ザキミ店は、ドラッグ専門業態となる。2020年7月現在、この業態は、イオン、琉球のみ展開しており、店舗展開も沖縄県のみである。ありがとうございます。